を6月のイラストを担当したセイラと言います。私は住んでる場所が札幌の中心部から15分くらいのところです。そのアパートの横の小さな空き地を大家さんからタダで借りて畑にしています。その畑を小さな宇宙庭と名付けました。今回はその小さな庭を描きました。イラストの中で特に見てほしい庭の特徴はご近所さんとの交流です。人通りが多いのでご近所さんが楽しみにしているよと差し入れをくれたり、このようにアイスのぼっこで小さな柵を作ってくれたり、支柱を立ててくれたり、この庭を通して温かな交流ができています。もともといつか田舎に住みたいと思っていて、いまだに札幌に住んでいることをどこかで引け目に思っていたのですが、でも札幌だからこそ生まれたものもあったのかなと思えるようになり、その喜びがイラストを通して伝わればとっても嬉しいです。